ハロー YouTube、今日はですね、モデルタレントのトラウデン直美さんですか、彼女がですね、自民党総裁選のポスターを揶揄したんですかね、おじさんの詰め合わせという風ですね、まあうまい表現だなと思うんですけど、まあそういうこう美女みたいな人が言うとですね、おじさん差別につながるんじゃないのと。でこれまでやっぱりおじさんってすごく虐げられてた存在で、家でお小遣い制でお父さんなんか近寄らないでとか臭いとか言われて、しかもお金を稼いで頑張っているのにですね、日曜日になったら、邪魔扱いされて、早く掃除するからなんかそんなとこで寝てないで早く起きてどっか行ってみたいな感じで怒られたりとか、非常にあのひどい扱いをされていたおじさんなんですが、ここに来てですね、結構反撃に向かってると、 SNS で、まあ、匿名でもあるので、反撃しやすいっていうのもあるんでしょうけれども、これまでまあセクハラだのパワハラだのでですね、圧倒的に一番立場が弱かったおじさんたちがですね、無言で声を上げつつあるというか、こういったまあこれもハラスメント発言であることは間違いないんで、今までのその今の基準で言えばですよ、これ例えばまあ言われてましたけれど、誰かが言ってましたけれども、おばさんの詰め合わせって、まあおばさんの顔がバーッと並んでて、それをこう公の場所でおばさんの詰め合わせですねこれっておじさんが言ったらめっちゃ炎上されるところじゃなくてですね、仕事もなくなってしまうんじゃねえかと、それぐらいのレベルのお話だったと思うので、非常に不適切ではあったと思います。あの別にね、仲間内でおじさんの詰め合わせだよねこれはわらわらみたいな感じで言う分には別にいいと思うんですけど、それがですねこう公の場で言ってしまうとですね、このように炎上してしまうといういい事例だったというふうに思います。あの自民党の総裁がですね、これまで、おじさんだけだったというか男性だけだったってことは、まあこれは歴史的な、事実であります。女性が一回も、総裁になってないっていうのは歴史的な事実であるんですけれども、まあ今回ですね、高市早苗さんだったり亀井陽子さんだったり野田聖子さんという、まあ結構多士済々というか、結構面白いなと思うのはこの自民党の総裁選のポスターをですね、トラウデン直美さんと同じようにですね、批判してる人たちって民主党、立憲民主党の支持者とかに結構多いんですけど、じゃあ肝心の立憲民主党の総裁選って女性出んのみたいな。この間ね、都知事選に蓮舫さん出てましたけど、蓮舫さん離党したんで、当然ながら、ね、民主党の代表選には出れないわけですけれども、おめえら全然女性出してないじゃん。多様性とか主張してんじゃねえのみたいな。そういう意味で言うと、本当に、すごいいい、まあいいというか、自民党のメンツってすごいなって、思いますよね。小泉進次郎さん、まあ40代前半ですよね。で、小林孝之さん、いわゆるコバホークさんですね。この二人が40代。そして最高齢が上川さんですかね、71歳。ということでですね、本当70代から40代まで幅広い世代の人たちが総裁選に立候補している。しかも政治的な心情は、例えば、石破茂さんなんかは左寄りですけれども、高市早苗さんとかコバホークさんはどちらかと、まあまあ、ゴリゴリの右系だったり、ちょうど中道の人たちだったりとかですね、様々な、政治信条を持ってる人たちもいると。まあしかもですね、小泉進次郎さんみたいなですね、非常に知名度が高い、お父さんも元首相、そして、奥さんはですね、元、まあタレントさんということで、非常に知名度の高い、ファミリーから構成されてる人もいたりとかして、本当に自民党って多士済々だな、まあ、国民政党というふうに言われるゆえんだと思いますけれども、まあ、今回のポスター僕結構思い切ったなと思ったのはロッキード事件で逮捕された田中角栄さんとかですね、先日暗殺された安倍さんとかですね、本当にスターある意味スター揃いだなっていうところは、この自民党の総裁選非常に注目されると思うんですけれども、単なるおじさんの詰め合わせじゃねえぞ感っていうのは、僕は全然そんな感想は抱かなかったんですけどね、おじさんの詰め合わせっていう、まあやっぱりこれは揶揄してると思いますね、この表現っていうのは、おじさんばっかじゃんみたいな。でも今回のね、候補者っていうのは本当にまあ約10人が立候補するのか、3人は女性という、まあ非常に
いい選挙になるんじゃないかなと、そういうふうに思いました。ということで今日の解説は以上になります。いってらっしゃい。